こんにちは、バンドインナボックス情報局長のスーさんです。このチャンネルはバンドインナボックスを使った音楽制作を通してシニア層にとっての生きがいや趣味の高みを目指すための情報チャンネルを目指しています。バンドインナボックスのみならず、その周辺のプラグインや DAO などの情報も含めて、私の経験上のお話を紹介していきたいと思います。そして、その先には、音楽作品を商品化することにより、収益化の可能性もありますので、そのお話も、私の経験談を紹介していきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いします。今回の動画は、昨晩、ループクラウドを運営している、ループマスターズからメールが届き、ループクラウドの有料会員に、ユージャムの有心世の音源のコアをプレゼントしますという太っ腹なご案内をいただきましたので、早速ゲットし、少し使ってみるついでに、バンドインナボックスの活用動画のネタにしてみました。いい機会なので、少しループクラウドの紹介もしておきます。私は2年前から、ループクラウドのアーティストという、サブスク契約で利用していますが、年会費7950円で利用しています。このサービスは、ループ素材ライブラリーのクラウドサービスであり、自分の保有するすべてのループ素材の膨大なライブラリーを一元管理することができ、音源のプレイヤーでもあり、素材のアレンジツールでもあり、多種多様な利用目的と、機能を備えています。無料契約の範囲でも、そこそこ便利に使えますが、有料プランに加入すると、年間1200ポイントの付与や、5GB のクラウドストレージの利用、毎日10個のフリーサウンドのダウンロード、そして、今回のようなプラグインのプレゼントが、年に2、3回あります。少し前には、ユニバーサルオーディオのポリマックスシンセなんかもいただいていますので、他のサブスクサービスと比較しても、満足度が非常に高く感じます。それでは、今回は、バンドインナボックスのミディスーパートラックで、いろんなシンセ音源を鳴らしてみましょう。
回の動画はいかがでしたか？次回からもこのシリーズを充実していきますので、お楽しみにしてくださいね。バンドインナボックスは、一つずつ使って慣れていくことが大切です。ぜひ自分なりの使い方をマスターして、達人を目指してください。今後もバンドインナボックスで音楽作品を制作し、収益化に至ったノウハウとハウツーを紹介していきたいと思います。この動画が面白いと思ったり、このチャンネルが皆様の音楽ライフに少しでもお役立ちできたときは、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、またバンドインナボックス情報局長のスーさんでした。